とうとうあの必殺技を身につけたぜ。行くぞ。うん。えい。倉庫汚ねえよ。痛い。倉庫がほんと汚い。倉庫汚いもんでしょ。よし、繋げていくぞ、木野さん。あれどこ行った？木野さん、死んじゃ、とうとう俺の見てないところで死んだから。あ、危なったな。何回やってるの。土台組むの下手すぎでしょ。ちげえ、幽霊が横からなんか押せ、せ、せ、やばい幽霊の感じで、30体ぐらい飛んでんじゃないのか。でしょ、俺が召喚したんだ。分かった、俺もう戦うのやめました。平和宣言。なんでもね、戦う手で当たりに行っちゃダメで、木野さん。分かり合えるからね。さあ、やつらをぶち殺しに行くぞ。触るな、幽霊。やめろ。うわー、あ、セーフ。あ、まあ自分から落ちる形になったわ。先輩、ブロックを持ってかないで。来た、真上に来た。てめえ、どけどけ。ここ俺のせい。いや、こんなんじゃ奴らは反省しない。これでどうだ。壊せばいいんだよ、壊せば。痛い。ああ、ああ、タイタニック。マジあいつら強えわ。コンビネーション力が半端ない。あの数なのに、あの一切の迷いがない。お前何死んでんだよ。あ、待って、敵の名前。エンティトワイライトワロス。レイスじゃないですか。え、マジで、あれレイスって読むの？え、ダブルから始まるのに？本当に？そうっすよ。ダブルから始まるのに、レイス。クモ、殺そう。オッケー。そうだね。奴らはもう遠くからしか来ないから、あの近くには湧かないはず。そう、教授も言っていた。行くぞ。マグマ取ってくるわ。マグマないんだって。えら、あ、ここに、あ、取れた、取れた、あった。早いな。マグマ取ってくるわっつってから取るまで早いな、お前。待って、アイテムさ、取ってから。じゃあ俺アイテム取る係やるから、マグマちょっと待ってね。ヒロさん、返事して。若干マグマ流してるんですけど。待って、てめえ、何やってん。俺のアイテムに傷でもつけた、てめえ。おいすごいいい感じでしょ、これ。お前、うまいな。ちょっと待ってね。うまい、覚えてるし。お前うまいね。いや、冗談抜きで何個か燃えてるわ。弁償しろよ。そこにもピッケロ落ち。マジで切れるから。痛い。いやー、でもシャレにならない幽霊。幽霊はでもお前を殺すつもりじゃないんで、あの、構ってほしいだけなんで。リンチだからあんまり怒らないであげて。嘘でしょ。てめえ、熱い、熱い。やつらマジで。あ、エンダーマンも燃えてる。まあ全く何も悪いことしてないエンダーマンを殺せなんて、木野さんなんてことをする。よし。あ、幽霊来てる。ゴーストバスターズ。てんてんてれてん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 。ゴーストバスターズ。ゴーストバスターズ物理。ほんとさ、幽霊の数が半端ない。だってもう、右見ても左見ても幽霊だよ。もう右見ても左見ても幽霊だよ。なんじゃこいつら。あぁ、こいつらマジで、そろそろ掃除機で吸うぞ。奴ら、
やつらから逃げるのはもう終わりだ。次俺たちの反撃のターン、反撃のターン。つかもうスポーンブロックなくね。うん、やった、勝ったよ、キノさん。あはうわ、エンダーマン見くびっていたようだな、エンダーマン。痛い。だが貴様の肌の色はキノさんに負けている。マジ肌痛いんすよ。腹痛いの？肌、日焼けが痛くて。腹じゃなくて、は、肌？肌。肌か、俺さっきからなんで。嘘でしょ。あ、エンティドアイル。ね、このゴーストってさ、うん、松明置けば減るのかな。そう。どうする、めっちゃ明るい中さ、ゴーストが歩き回ってたら。夜も末でしょ。夜も末だよ、ほんと。そう、宝箱を発見しました。乗れよ。来て、俺についてこい。出てる。お前押すな、マジで。こっちだ、ついてこい。おい、マジかよ。あそこにお前の、いたマジ。嘘じゃん。ほんとです。え、なんかアップルのアップデートが来た。いい加減にしろよ、アップル。俺はアップル俺はアップル派じゃねん。なんでアップル入ってんの。俺はレモンティー派だ。そう、ここせーので開けるよ。せーの。うん、これチェスト入った。あ、これ違うチェスト、また違うチェストだけど、入ってるものは本当になんかあのゴミ箱みたい。え、またまだ雲いる？違いよ。まだ雲いる？反対側に。あー、まあ、そっか。クソ、奴らの脅威はまだ終わってなかった。え、待って、チェストめっちゃある、キノさん。200個くらいある。あ、やばい、毒蜘蛛が追いかけてきてる。あー、水遁の術。あー、ダメだ。奴も水遁の使い手だ。もうすぐ家だ。家に帰ったら回復できる。あ、レコード入ってんじゃん、これ。待って、え、レコードマジで聞こうぜ、後で。もうさ、エンダーマンがさ、キノさんに見えてさ、キノさんがエンダーマンに見えるから、もう難易度アップだわ。痛い。いって、マジ幽霊シャレにならんわ。あいつらジョークっての分かってない。あ、俺も幽霊に殺される。それだけはやだ。奴に殺されるのは木野さんだけで十分。ねえ、木野さんどこにいんの、マジで。裏だって。裏、絵的にまずいって、木野さん。絵的に来てよ。まあ今さら絵を気にするのもどうかと思うけどね、木野さん。オッケーよし。うわ、超面白い、お前天才かよ。木野さん、後ろに俺の。オッケー。ああ、久々この木野さんの後ろをついていくこのカメラ。うわ、なんかすごい。なんかすごいね。なんかあの見たことあるよね、こういうの、あの東京で。なんかこの段差。あ、雲。待って、木野さん、どこ行った？木野さんどこ行った？いた。もうちょっとゆっくり行って、俺ついていけないよ。なぜならトロイから。よし、日野さん。あれはエンダーマンスポーン。え、全然壊れない、日野さん。これはもしや壊れた。あ、日野さん、あそこに、あ、ちょうど反対側に伝説の上にあれ、チェスト。え、本当だ、こんなところ。お、ダイヤモンド入ってる。やったー、35個目。よし、反対側にもある、木野さん。後ろ向いて上。ああ。行くぞ。あ、グロースタウンゲッツ。よし、開けるぞ。待って、開けないで。これ壊してさ、見るの楽しくない？いや、散らばるからいい。
ああ、しょぼいわ。お、ダイヤある。どこどこどこ。すげえ、初めて見た。マグマもあるね。つか下なんかさ、なんかあのブロックがある、あの要塞ブロック、要塞にあるブロック。迷宮だな、迷宮。まさかあれはあの男が封印されている遺跡の。キノさあれは？ん、俺たちはとんでもないものを見つけてしまったよ、キノさん。あれはあの伝説の男が封印されているという遺跡のある壁の模様だ。おそらく俺たちはやつのパワーに引き寄せられてここまで来たんだ。これは死ぬ覚悟をしておいた方がいいかもしれない、キノさん。いた。キノさん、キノさん、どうしてこんな早く死ぬ覚悟をする準備もなかった、キノさん、かわいそうに。面白すぎだろ、お前。しかもなんか幽霊ドリフトしてきたし、ちょっと。ウィーンって。バンジーガムみたいな動きしてきた。これ、ここお前戻ってこれる、ここまで。あ、ピッケルと、松明と、あと、リプトン持ってきて。何も持ってないよ、もう。ふざけんな、一文なしで来る。一文なしで来るお前は本当にただの猿だからな。ただの猿だよ、お前。マジで本当に何も持ってきてないの？しょうがない。じゃあ俺が作業台を作ろうと思ったけど、木がねえわ。ほら、このダイヤも取れねえじゃん。ま、本当何しに来たんだよ。帰れよ。帰る、つか帰る、一回帰ろうぜ。マジで。ねえ、マジで帰んない？じゃあそろそろさ、鉄装備作る？鉄曜日か。マグマがあると怖いんだけど。ねえ、何この道、お前チョイスすんな、こんな道を。うわほー、痛い。らー。これなんだ、こいつ。そいつはと、あれだよ、トム・アンダーソン。ねえ、お前、道がさ、ないかな。なんでこっち来たの？そして俺はなんでついてきたの、お前。ああ！ねえ、お前、過酷道が。ねえ。あ、超近いじゃん、こっちから行くと、お前。すげえな。クライマーですから。下手くそか。結局遠回りしてんじゃねえか。来イる。エーイ。イェーイ。とりあえずダイヤしま、ダイヤ装備作る、キノさん。ダイヤ装備作れるか、ここれれ。35個あれば2人分フル装備作れるよ、多分。さあ、キノさんはどこを作るんでしょうか。楽しみですね。一体どんな面白いところを作るのか。どうやって作るんだこれ。作り方わかんないのかよ。あ、できた。装備。まさかパンツじゃないだろうな。あれ？まさかパン一個足んねえよ。ツ。あ、分けるよ。ほら。一個足んねえよ。ああ、もう一いい個ね。だったああ、わ。OK。不思議。おお、微妙だな。なんか、あ、でも、なんか、初めてだね。スーツっぽいなんか。あ、すげえ。なんか、初めてさ、お前がダイヤ装備全身つけてんの見た。ちょ、見て見て。サムネよ、サムネよ。サムネよ、サムネよ、サムネよ。サムネよ、サムネ。うわ、フル装備。ちゃんとこっち向いて。オッイエケー。ス、ま、サムネにはしないだろイエス、う。どうする？ちょっと木取ってきていい？まあ、ダメって言ったら貴様の息の根を止めてたから。
あ、カラスいる、カラス。キヨさん、カラスいる。なんでそのテンション上がってるのかわかんないんだけど。カラス、お、カラスの羽ゲットした。羽根のかな、そうそうそう、これ結構大事なんだよ、実は。へぇ、これでお尻とか拭くらしい。ね、待って、どこ、俺どっから入った？さっきの、うん、はみ出てたところ、うん、に行こうぜ。後ろから雲、待って、キノさん、置いてかないで。キノさん、死んじゃう、死んじゃう。溶けるの早くね。はみ出てるとこに行くまでに死ぬとかどういうことだよ。ま、今のは俺の分身だから。痛い痛い。まんまと騙された。さあ来い。マジさ、こんな最強の装備つけてんのになんでこんな。もう一回来た、もう一回、もう一回来た、もう一回、いや、もう一回来た、もう一回、スケルトンも来たー。助けて、マジ、キノさん、キノさん、キノさん、どういうの？キノさん、お前が優雅にかけていった後、俺はスケルトンと雲になんかリンチされてんだよ。弱お前、お前そんな最強装備つけて、それかよ。マジかよ。また雲の声がする。うん、奇襲するつもりだったようだが、うわぁ、装備あっても死ぬんだけど。そう、なんで俺の方来てんの、あいつ。あ、そういうわけじゃない。仇は取るぜ、木野さん。俺の1秒間で60回クリックで貴様の両足をまるでミキサーで砕いたかのよ。あ、さあ来い、来たー。俺は今プレデターの先に行けっつって居残るやつの真似をしている。うわー、幽霊に殺されたわ。あいつらやるな。